よし、やっていこうか。今回もよろしゅう頼んますー。懐かしいワンコに再会したとこからだね。おお、その声はコロとロコか。おお、よう帰った。無事やったんやな。遅がいめに会わへんかったか。お前ケシタル、こんなところにおったのであるか。いい土佐、いい土佐でねえか。やっとかめたな、もしどいそったん。私覚えてます。ロードのおっさんと一緒にいた人ですよね。ロードそうか、ロードさん。イード様の名を語るのはやめたんやな。ほうかほうか、そりゃええこっちゃ。わっちもな、リシタルいうどえれえ名前やのって、イップスちゅう名前や。ええか、イップスさん、その方がらしいのです。そんで、このファンクスがコロ、そっちがロコや。イップス、その、なあ。ほれ、イードさ、そんなとこで丸ガッとらんと。うん、中に入ろま。うむ。なあ、相棒、そこにぶら下がってんのポタポタじゃねえか。めちゃくちゃうまそうだぜ。衝撃の事実、ゲシタルは農家出身だった。そうや、わっちら代々ずっとここでポタポタを作っちょる。やけどな、ここんとこお国の締め付けがきつうてかんわ。明日食うも回らへんのに、もっと納めると奥には言うてきよる。生活が得らって、農業もできんくなって、ここいらの農家はみんなってできよった。うん、そういえば途中の畑はずいぶん荒れていました。そんでもバッチのホタポタはわりかし手がかからんでな。畑は母ちゃんに任せて出稼ぎに出たんだがや。うん、そこで我と出会ったというわけである。イードと名乗ったのはまあその強さは有名であるからな。我が手を汚さずとも名乗れば皆恐ろしさに逃げ出すのだ。ごめん、私知らなかった。あの時はいささか偏見に行き過ぎた。イップス、なぜ我の元を去った。報酬が少なすぎたことあるか。あん時は黙って言ってまって悪かったな。母ちゃんが病気になってまったって知らせが来てな。何も言わんと慌てて帰ったで。いいどさ王女を解いたか。ほんにすまんこったな。なあ相棒、どうでもいいけどよ、あの存在感のね男、なんでさっきからずっとポタポタんとこにいるんだ。あの男ってリタリーのこと。やはりこれはイプスさん、このポタポタは幻のポタポタではありませんか。幻？幻かどうかは知らんけど、そんな名前で売られてるようやな。そうですか、幻の中の幻、生の幻のポタポタに出会えるなんて感激です。オーケー。おおきに。それな、野生に近いんやて。昔は珍しくもなんともなかったんやけどな。なんやしら最近はようけ実がなるように管理やそれ肥料やと手かけすぎないやわ。それやと加藤で水っぽなってまう。
なるほど。では放っておくのですか？あ、そりゃあかへんよ。ほっといたら病気を見逃してまうんやて。育とうとする力を信じて見守ったのがわっちら農家の役目や。野菜や木はな、水が欲しい時はちゃんと取るよ。他には大したことしとらへん。あんた料理するんか？ええ、まあ今はほとんど作る機会はありませんが。気になるんやったら教えたるで。わっちんとこ気づけ。おい、なあ、ご公爵はいいからそこのホタポタ食わせろよ。好きなだけ持ってきゃええよ。根元の木なくなっとるやつが食べ頃やで。余計食べてくれりゃホタポタも喜ぶでよ。よっしゃ、おい相棒。もうしょうがないな。はい、また揺れたがや。売れたホタポタがまた落ちんとはいいんやけど。ホトちゃん、誰か来とるの？お茶も出さんと、まだ生かわしとるやないやろね。何や母ちゃん、ええで母ちゃんは寝とれって。あ、申し訳ございません。私たちお邪魔ですのね。ブル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 、そんなことあらずか。いやかなんはでえいことやがな。お国がでえれ厳しいなって、ファンクスも持ってかれてみんなおらんようになってまったんや。この頃は寂しいもんだって。さっきもファンクス2頭が追われておったな。何かあったのか？あんたが助けてくれたんやな。大きいな、この国には。農業用と軍隊の使う騎乗用のファンクスがおってな、軍隊を出りゃ通用しとってかなわんお国が農業用のファンクスまでみんな持ってってまったんや。ふん、徴用か。わっちらはちょうど出稼ぎに行っとったもんで、その時は良かったんやが、帰ってきた途端にコロとロコを持ってかれてまったんや。まあ、ひどい。そういう王様は私が首根っこへし折って。お前さん、またクーデターを起こす気か。まあな、女王様も即位しんさったばっかやで、なんだちっこくて一生懸命なんはわかるんや。やけど、わっちらそれじゃあ暮らせねえ。即位審査った時もお国を守るためやって急に税金高うなって、あんまり厳しいもんで農民が一気起こしたんやよ。へえ、すげえじゃんか。とんでもねえ、まばたきする間に制圧されたがや。この国や大魔術師のイード様がおんさぬでな。イード、あやつはいささか図に乗りすぎておるぞ。うぬら、何を見ている。我とって300年続く世界最強の魔術師の一族にして、イード家の一員ぞ。あやつがイードの名を継ぐことができたのは、できたのはさあ、たまたま運が良かっただけである。うん、ともかく強大な魔獣2体にゲシュタルという謎の男は、あやつが自ら従えたものではない。代々イードの名を継いだ者だけがそれらをも継ぐのである。代々の秘術が秘密、表とともにな。だからして我が弱いわけでは決して。なんか我になってきたよ。おじさま、ハンカチお使いくださいな。すまん。まあ伝説だと
イード様んたに戦いを挑んで無事に戻ってきた人間はおらんのやがね。あんたんた、お国に用があるんか。平老王女をこことしちょるようやが。まあ、頑張りんせ。確かに奴に勝った人間はいねえだろうよ。人間はな200年前の対戦で俺様がひねりつぶしてやったのは忘れてねえようだ。俺なんかちょっと前まですっかり忘れちまってたがな奴よりあの場は灼錬の術師レナの方が魔力ははるかに上だ。マフラー、傷を封印したくらいだし。だってね、言ってはならねえこと。奴は人間の魂を隠し持ってやがったんだ。俺より強いわけじゃねえ。いいからてめえは黙ってもらったホタホタ食ってろ。レナ様か。ここオービスカ国はレナ様の故郷でもあるはず。そしてレナ様のお父上であらせられるかつての覇王メディアンの本拠地200年前の俺様の拠点もここだぜ。ここはパワースポット。土地の魔力が強えんだよ。今だって3期目そこの森に封じてんだろ。あんだけ強いやつ封じるのはここじゃねえと無理だな。でも土地だけでも奴は封じれねえ。土地と術師、それに見えってところだな。って、なんで説明してんだ、俺。ニエ。ジンバルトが話していたのはこれか。確か、オービスカ国がお得意さんだと。人身売買組織昨日の風から人を買い封印のためのニエにしたのだろう。そんなひどすぎです。イードとかいう人はなんて冷酷な人なんですか。でもそのイードが封印したってことはだよ。イードに解除を頼まねばならんだろうが、果たして応じてもらえるか否か。なあ、俺ふと思ったんだけど、そのレナ様に解除頼めばいいんじゃね。イードってやつより強いんだろ。ふん、セプーの小僧が簡単に言いよるわ。多くのニエが使われておるのだぞ。一筋縄で行くわけがなかろう。優位賞の一つでもあれば別であろうが、レナ様にできぬとは言わぬが、まずはイードに当たってみるのが得策だ。どうしたドリン、何か言いたげな顔だな。申し訳ありません。突然ですが、やっぱり私ここに残らせてください。突然どうしたの。私何も知らなかったんですね。こんな大変な暮らしをしている方がいるなんて、立ち上がっても潰される、そんなことが許されているなんて。ドリ、私にはわからないとシェマが言ったわけが今更ながら理解できます。幸いホタポタについて聞きたければ来るようにイップスさんもおっしゃってくださいます。ここでお手伝いすることで少しでもそんな方たちの心に近づくことができれば何かが変わる気がするんですの。止めても無駄なようだな、ドリ。わかった。わしも残ろう。おじさま？お前さんだけを置いていくのは心配だ。他の懸念がないわけではない。私一人だけで十分です。と言いたいところですが、イップスさんにご迷惑をおかけしては元も子もありません。イップスさんのところのファンクスたちは
軍が取り返しに来ないとも限りませんものね。おじさまが残ってくださるのはとても心強いですわ。ほう、一人でできると言い張っていたドリーが随分と素直になったものだな。セブーの小娘。レナ様に言われたことはちゃんと覚えておるか？もちろんです。セプーンに任せるのはちと不安だが、お前さんだけが頼りだ。頼んだぞ。私が親父さんに頼られるなんて。明日はポタポタが降らないでしょうか。てめえが言ってどうする。中のお前うるさいです。私にだってちゃんとできます。あれ、今お前が言ったのですか？私なんか変なこと言った？ずいぶんと染まってきたじゃない。俺たち完全に融合してなくても魂が影響し合ってんだね。最近夢を見ねえし、融合が進みつつあるってこと。危険な兆候だな。大丈夫です。私に任せてください。いささか心配だが仕方あるまい。で、レヴィン、ドリーは残るようですが、あなたはどうするのです？なんで俺に聞くんだよ。俺には関係ねえよ。ヤオトのおっさんはどうするんだよ。我であるか。悩ましい問題であるな。盟友とロークを共にするのが筋なのであろうが、イードが関わるとあってはそれを無視することもできぬ。ドリーとやら我の分もイップスを手伝ってやってくれ。頼む。承知いたしました。私のことはいつでも召喚してくださって構いませんわ。では皆様ごきげんよう。ごきげんよう。ここから先は城内だ。紹介状がなければ入れることはできぬ。我は井戸家の一員ぞ。ヨードが会いに来たと伝えるのだ。ヨード、どっかでその名前を。ほほう、まことか。皆の者どうだ。我も有名になった。見直したであろう。まあすげえな、おっさん。ああ、確か出入り禁止リストにそんな名前があったぞ。おっさん。黙ってればよかったもの。なんだ、あるなら早く見せればよいものを。内容を改めさせてもらうぞ。しばし待たれよ。何なんだよ一体。灼錬の術師レナ様の紹介状だからでしょう。大昔に死んだはずの伝説上のお方ですから。まだかよ。いつまで待たせんだ。俺様はそろそろ限界だぜ。なんかトラブルが起きたとか。お待たせしました。
陛下がお会いになるそうです。代表者の方はどうぞこちらへ。代表者？一人しかダメなのか？はい、そのように仰せつかっております。私も行くのです。行かねばなりません。代表者以外は許可されていません。うん、仕方ないですね。お前だけなのは不安ですが、ちゃんとうまくやるのですよ。表を上げ。なんだ、女王ってまだガキじゃねえか。横の仮面の竜人が例のイードとなら、やつの面夢以外でどっかで。灼錬の術師レナの書状とは珍しいもの。にわかには信じがたいが、このイードが本物だと言うからには本物なのであろう。さようでございます陛下。その印象からは計り知れぬ魔力を感じます。灼錬の術師レナ、もしくは同格の魔術師の紹介状と言って間違いはないかと。レナは過去に生きた伝説の人物である。人が200年以上も生きるとは信じられない。陛下、この世には死した魂をとどめ置く術がございます。わかってんじゃねえか。生き死にのルールをてめえらの物差しで測んじゃねえよ。なんだこの声は。これが噂の力の主。危険な存在ではないのか。静粛にしたまえ、女王陛下の御前だ。よい。兵士らが浮き足立つは致し方のないこと。世も驚かされたと。してそなたらは謁見に何を望む？申してみよ。迷いの森の封印を解いてください。それかマスターソードください。迷子と申すな。そなたあれを、世界を喰らう者を野放しにせよというのか？封印を解いて何とする？え、一旦一旦にするだけよ。あれはたやすく倒せるような代物ではなかろう。分かっておるぞ。そなたらは我が国にレード国と同じ運命をたどらせたいのだ。町ごと消えたレード国と同じ運命知っておるぞ。そなたらがヌトラ教の町で手を出したのは世界を喰らうものであろう。あれを野放しにした結果はどうだ。その後方々で暴れ回っていたそうではないか。ほう、情報収集能力はいけるじゃねえか。この国のイードが知らぬことはない。この現状をしかと見よ。そなたらが動けば動くほど世界が荒れていく。そうよ、そなたらこそが世界を喰らうものではないか。させぬ。貴様らの思うようにはさせぬぞ。オービスカには大魔術師イードがおるのじゃ。イード、何とか言うてくれ。陛下、この者たちの話お受けくださいませ。血迷うたかイード。この者らはイード家が代々構築してきた迷いの森の封印を解けと言っておるのだぞ。私めにお任せくだされば悪いようにはいたしません。でもそんなこと言っても私。そうだな、そちが言う言葉に間違いはあるまい。今までもそうだ。愛分かった。封印を解くことを許そう。イードに全て任せる。御意に。ありがとう。では3日後、迷いの森の入り口で待たれ。準備を整えて参ろう。
銀河っぽい以外は普通の森ですね。でも世界を喰らうものが全然見えないのです。これが迷いの森の封印である。200年前の大戦後、停止した世界を喰らうものをリード家が封じ続けてきたのだ。もちろん封印の具体的な方法は一子相伝、リードの名を継いだ者にしか知らせれない。そんな重要な封印の解除だというのに、イードはやけに簡単に了承しました。一筋縄ではいかないと思っていた。今さら何言ってんだよ。入れるならありがたいじゃねえか。あ、来たぜ。お待たせした。遅いぞ、イード。ヨードか、一族の花つまみの者がここで何をしている。何を言うか。我はウヌの封印を一部解除したのであるぞ。ほう。驚くでないぞ。森の術の余波を利用した窓足の荒野を我の力によって抜けたのである。何かと思えばあれか。あれは私が必要なしと見て切り捨てた。解除は簡単だったけど。なんと。これから封印の解除を取りよう。離れたまえ。どこからこれほどの数を。比類書。イード、ウヌは戒めを破るつもりか。イード家の誇りを忘れたのか。破壊行為と咎める。比類書を使ったところで禁忌になどならぬのを私は知っている。神とて比類書を使うのだ。それを私が手にして何がおかしい。これに私は灼熱の術師ベナを超えた。ベナ様を知ってるのですか。覇王メディアン様の一人娘。260年前突如歴史の表舞台に現れ、国々を平定し最高の術師の称号を手にした。そして200年前に突如決めた伝説の。このイード家に屈辱を与え続けた女だ。いつの世も世界最高の術師はイードでなければならない。このオービスカに、そしてメディアン様に真の忠誠を誓うのはこのイード家だ。我々一族は屈辱に耐え、灼熱の術師を超えることを考えて260年間術を鍛えてきた。そしてとうとうここに。灼熱の術師レナを超えたってか。あんな弱っちかった雑魚の子孫が言うようになったもんだね。挑発か。そんなものに乗る私ではない。昔話はよそか。さあ封印の解除だ。力を侮るな。はっ、パク。え、本当はこんな木だったのですか。気持ち悪い色です。これが
イードの名を継ぐ人間の実力だ。一族のお荷物には荷が重すぎるな。さあ、封印は解除された。急げ。なあ相棒、なんかよ。どうした？いや、なんでもねえよ。これでよいか。あざーし。礼には及ばない。私の方が礼を言うべきだろうな。世界を喰らう者の居場所はまだか？ちょっと待ってください。何かが変なのです。何かが変って？うまく言えないのですけど、違和感が。世界を喰らうものって大きな化け物ですよね。だから。なあ、そうですね。3期目の姿が一向に見えません。これだけ霧が晴れれば見えるはず。よくわからねえが、どういうことだ？確かに気配がねえな。どこに雲隠れしやがった？3体目はここにいないってこと？そういうこった。どういうことなのです？あれ、なんか森が変です。ザーナ・ミエイラ血風。お前たちには餌になってもらおう。おい見ろ、森が元の状態に戻ってるぞ。え？一体どうなったのです？まさかの生き埋め元へ封印。なんだと？ぬぅ、イードのやつめ。やつは幼い頃からああなのだ。怪しいと思っておったのである。おっさん、嘘はやめようぜ。嘘は、すまない、つい。お前ら簡単に騙されてんじゃねえよ。ヨドッチ、ここから出ることはできないの？だからなぜ我を見る？我は情けない。結局我は余波を利用しただけの術すら実力で解けたわけではないのである。おっさん、泣かなくてもいいのです。さあ一緒に外に出ましょう。って言っても出れるの？わかりません。でも動かないと何も変わらないのです。動き回って無駄に消耗って考えはねえのかよ。中のお前、何か言いましたか？ほら、お前たちも来るのですよ。あの時と同じ感じだね。それに面倒な奴らも住み着いてるみたいだぜ。モンスターか。というわけで久々登場、
モンスターたちです。いや、割と厄介なモンスターじゃないですか、やだー。まあこんな場所で生きていけるのって、まあモンスターくらいだよね。まあそうなんだけどね。っていうか、3体目の世界をなんたらがここにはいない？ってどういうこと？厳密には、ここにいないんじゃなくて、世界を食らう者の気配が、この森からは感じない、ってことだね。それって何か違うの？まあ見せればそのうちわかるよ。さて、今回も短い時間で説明をしていくよ。前回は、ティグが、向こうの世界から、こっちの世界に送り込まれた悪者？って設定の続きなんだけど、死んだ魂は、新しい生命として誕生するんだけど、ひょんなことからギグは、向こうの世界で生まれることになったんだよね。そうそれ、あっちの世界とか、こっちの世界とか、名前多くていまいち状況つかめないんだけど。まず、今主人公たちがいるのは、ハーフニースカイ、通称こっちの世界。ハーフニースカイは、すべてを司る神様、ハーフニースが治める世界だから、ハーフニースカイね。で、ギグが住んでいた世界、通称あっちの世界ね。これは、後でも名前が出てくるけど、ガジル界、って言って、ガジル界を治める神様が、ガジルって名前だからガジル界って言うんだ。ほうほう。で、こっちの世界には、すべてを司る神、生を司る神、地を司る神の三人神様がいて、それぞれ、すべてを司るのがハーフニース、生を司るのがベルビウス、地を司るのがビジランス、になっているよ。といったところで、今回の説明は終了。これ、説明できなくね？くっそ、物騒だな、この森。向こうにもっと物騒なものを見つけましたよ。どったてめえ、いつの間に抜けて戻ってきたんだ？それってどこ？こちらです。はあ、こりゃラスキュランじゃねえか。どっかで聞いたような。て、まさか世界をなんたら？おお、なんであるか、この化け物は。来るか、来るでないぞ。我らそくってもうまくないのである。寝ておるのか、動かぬか。この貴様のような化け物なぞこの我が退治してくれる。おっさん、おっといてやれよ。これって死んでるの？おうよ、魂がかけらもねえぜ。森の中で何かが起こった。と、言ったところで今回は終了。終了。次回もお楽しみに。では、また次回。バイビー。